そう、競技続行します。なんで、応援していただいたら嬉しいなと思います。ヤッホーレディ。やるよ、俺は。お前結構前からごめん。決まってたんだけど、言えなくてさ、ごめんね。待ってた人がいてくれたら嬉しいんだけど、それこそ。やるよ、俺は。いや、世界一なってないもん。やめらんなくない？やめらんないよな。やるしかねえよな。なんで、応援していただけたら嬉しいっす。まあ、どこでやるとかまだ決まってないんですけど。いや、大学はね、一応4月からじゃん。いや、スプリット1は3月までだから大丈夫だよ。とりあえず。な、バンガルト。お、見てみる。避けて。いつでも帰ってきていいよってもらった。スプリット2は、まだ未定なんだよな。聞かれてもわかんないんだよな。どっちが一緒にやる誘ったんですか？ではある。お互いにやるかみたいな感じかな。わかんない。明確になんか覚えてねえやん。でもまたなんか別に仲はいいんだよ。普通に仲いいから、何かしら大会やりたいとか、イベントとかある気がするけどね。とりあえず地域を騙して、選手登録だけしとくかってコメントした。あり。なしです。とりあえず、一回騙しとく。そんな簡単に騙されないよ、自分は。マジ？そんな簡単じゃない。とりあえずさ、都内のカフェで資料持ってくるわ。怪しすぎやろ。先輩来るからその後。怪しすぎでしょ。それも、まあそれも正直未定かな。そのね、極端なしちゃって、それで俺がヒカキンさんレベルが伸びたらさ、いけるけど、無理だったら無理じゃん。いや、ワンタッピーさん競技続けてくれて嬉しい人いらっしゃるんじゃないですか。嬉しいって思った。ワンタッパー、ワンタッパー競技続行はやっぱ嬉しい人いっぱいいるんじゃない。次どこですか、ワンタッピーさん。次どこです。今日発表したんでね。あ、そうなんですね。結構ずっと曖昧にしてたのに。結構前から続行すること決まってたけどね、別に。別にスプリット1はね、休学関係ないんですよ。休学期間中だから、スプリット1は全部プレーオフまで確実にできるんだよね。じゃあレディーってことですか。イエス。スプリット2はちょっとね、まだ本当に分からない。最後言ってみないと。どれが忙しいの。とりあえずスプリット1だよね。イエス。こう聞かれるんですけど、なんかワンタッピーさんのなんで俺がやるのかっていうの聞かれるんですよ、うん、あ、ペア、あ、それね、めっちゃ聞かれた。まだやるんですね、みたいな。一応 FA の方としてじゃあ僕とワンタッピーで出しておくか。そうそう、2人にアット1と、みたいな。誰か組むだろうな。誰でしょうね。僕らはまだ未知数ですからね、そこは。それですよ、ね、意外って言われるんだよな、めっちゃなんかワンタッピーと俺がやんの。みんな言ってるよ。意外なんだ。そんな意外か。まあまあまあ、でも裏ではね、結構話してますからね、やっぱコンタビしてるからじゃない。そう、いや、コンタビはちなみに愛だよ、愛。こっち行ってる。いや、いいように言ってるわ。いいように言ってます。コンタビしないってことはもう諦めてるか、俺が本気じゃないか二択だからね。ランドマークもね、おいおいです。試練ですか。試練。いやいや、試練もちょっと。でも決まってますよ、僕のランドマークは。ちなみに試練やめた。はい。あ、やめたんだ。やっぱ世界を見越してですよね。うん、やはり試練を見越したランドマークはそこなの、俺が。そうです。そうですか。俺も苦い思いしてんだけど。え、カスランドマークやんけ。いや最強ランドマークです。あれくん、あ、もう1本されてるね、また。イエス。あれ、やらせてやるよ、使うじゃん。イエス。嘘だろ。やるの、エフェクトと。僕はやりますよ、エフェクトに勝つ気に。次アランス落としていくしかない、ウィナース。クソ M になっちゃったよ。矢崎さん、クソ M ってことで。クソ M。次、ゴッド M だから、俺はもう。ゴッド M だから。それはそれでどうだろう。こうやって自分を高めるってことよ、言って。それは宮系タイプですね、それ。皆さんはそういうのじゃなくて、普通に考えずに聞いただけでしょ。それ結構、宮系、実は自信ないと思うよ。何をそんな気すんのよな。なんか言って、それをなんか自信に変えていくタイプの人間だと思うよ。なるほど。なんやかんや、だって自信ない時とある時との差で結構変わりそうだな。ホテルでさ、世界大会のルーザーの時とか、タピー俺ら勝てるよなとか言ってめっちゃ言ってるもん。いや、いけるよ、いけるわ、タピさん、俺とか言って、次はなんか、いやでもな、いけるとは思うんだけどなめっちゃ言って、実は自信ないんやな。自信ないというか不安なのか、なんていうのか。不安なんじゃない。いや、マジか。やったよ。やっぱやんないとな、マジで。みんな応援してくれるし、競技も学生も頑張ります。ありがとう。まあ結局なんやかんやね、競技はね、続けるんだろうなと思ってた。自分でも悔しいし、だってこの前ってね、ルーザーズ2落ちだよね。もうね、シャバすぎる、普通に。俺仕上がってたのに。そうね、コーチ欲しい。まあまあ、いろいろとね、こちらも考えてるんで。そう、またいろいろ決まったら教えるから、続報待ってくれい。まあ、教えれるものは全部教えるからさ。あれ
逆に出てない情報は教えられないっていうか、まあ未定のことが多いから、あれ言えないんだよね。頼むよ、みんな登録してくれ。ジップ乗ってる。あんた、はい、2枚目ですよ、これ。割れてる。ナイス。今3枚目。割れてる。ナイス。もうナイス。タイミングがさ。タイミング多分切る。バンガ。はい。バンガしよう。みんながこの2枚だね。展開が。バンガ白だよ。ありがけ44。9。ドンキュー。また。ファイザー当てるよ。マジで当たんない。ナイス。もう奥の。弱い。みんなし。バンガ中ね。いやいっぱいいるっぽいな。いるわ。赤いの映ってるよ。白バンガやったよ。ここ。出た。手前いる。でも自分強化は、あの、剥がして割ってる。起こされてる。中起こし、中やんね。中2人だよ、これレブ引いたから。いや、行くわ。キャンナローバ99。前飲んで。あ、ローバ9飲んだ。奥のバルキリー140。よくね。死んだ。ザクタッピーが倒してる。ザクタッピー。真ん中のローバ92、ブラハ66。ここ3人いるよ。パスバンガな、レイス。もうピークできなくなるんだよな。1になるから。そうだね。アイスラーね、結構きついやろ、もう。だいぶきついね。あ、やった、1枚だ。普通の車線さ、バカ通りまくったら一発も出てこねえんだけど、あいつさ。降りた。かけた、ゆっくりでいいや。かけれた。何あれ。ふふ、これもらうと。もう一回行くわ、あっち側。どうもかけれるわ。あ、なんと。うまい。左ね、左バル、ナイス。9だっすよ。上いないんだけど。この裏だわ。下で戦ってる。こっちに出たらカバーできるよ。いや、いらねえよな、そんなカバーなんて。いらないわ。その他全部入れてたらな、俺ら。ナイスガイス。